こと何それ、え、新しい変な人全然大丈夫、まだ半年あるから全然大丈夫、全然大丈夫、何も問題ない。てか1月でしょ今、うん、全然大丈夫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 ですね。いつも楽しく動画を拝見させていただいております。中略、一次試験がある8月や2月、二次試験の10月は忙しくて直属前期の追い込みが難しい状況です、うん、暗記科目が大きい診断試験によりややネックなるのかと思い、何かアドバイスがあればお聞きしたいと考えております。またお三方の実際の二次試験の直前期の合格された時の過ごし方についてお話を聞かせていただけると大変ありがたいです。よろしくお願いします。一次試験に関して私的には7月に追い込む、仕上げておいて忘れない程度にチェックをしておくで全然いいかなと思います。で、二次試験なら10月が忙しいのであれば、もう今のうちから二次試験を始めておくようにするかなと思います。私なら。いや、その通り。早め早めにやって、あとはもうなんか復習でっていう。うんうん、ですね、あとは、まあ、私もその仕事忙しかったんで、やっぱ12時から始めて2時まで勉強してとかって取り方もちょっとあるので、そうそうそう、1ヶ月ぐらいだったらそういう無理の仕方をして思った1年で絶対やるって決めて、うん、最後の1ヶ月だけもう頑張ってそれをやるっていうのは結構、まあ、ご質問いただいてる方40歳男性なんで、私たちのこの20代後半ぐらいの徹夜体力は多分ね、多分私は相当ある方だと思う。2、3日は頑張れる。そうそうそう。結構ハードに勉強しても平気そうかもな方ではあるんで、まあ、体を壊さないようにっていう感じ。確かに、そっかそっか。ですね。まあ、直前期の合格された年の過ごし方、有給をそこに全てをかけて、夏休みとかも取れたんで、全振りして、もう、空いてる時間が一瞬でもあれば勉強してました、うん、ね。私も直前3日間は休みましたね。夏休み使いました。1時も2時も両方。ですね。で、使い切りすぎて、2時の翌日に休めなくて、もう、フラフラで会社に行った。辛すぎる。有給は計画的に確かに大事ですね。何しました？普通にいつも通り、まあ、過去問解いて復習してでも会社も行ってた、会社も普通に行ってました。あの人めっちゃいいホテルで過ごしてました。いいホテルでなんか優雅に過ごしてました。優雅に過ごしてました。そうね、最後はね、メトロポリタン、どこだっけ、いいホテル、そうへぇー、これいいとこ泊まって、ちょっと泊まって、まあ二次試験の手ですよね、もう、完全に5時やりたい、いいなぁ、5時やりたい。私もその勉強面では一緒で、私もまたずっと、3月だろうが、8月だろうが、11月だろうが、ずっと6時間、1日6時間ず、まあ、変わらずですね。直前だからといって、特別なことはそんなしてない。すごい。そういう派もいるかも。直前積み込みタイプ。直前積み込みタイプ。平常。平常タイプ。常に。2日目の、あ、違うな、1日目終わって2日目暗記科目じゃないですか、マジ徹夜ぐらいの勢いでやってた。2日目科目の勉強すごい、問題集一周解きました。すごい。いやでも人によるよりますよね、多分そこの過ごし方とか。 100% 試験中に寝ることはないから、確かにアドレナリン、アドレナリン出てるから、入れられるだけ入れていこうって感じです。バラバラだね。バラバラ。なるほど。は、R4 不合格のタレント受験生です。以下3点についてご教授ください。1、事例2の勉強方法。2、受験期間中モチベーションを保つためにやったこと。3、受験生同士の交流会はありましたか？ですですが、よろしくお願いします。じゃあ、事例2マスター。本当だ。事例2の勉強方法。事例2の勉強方法、でも別に他の科目と変わらんから。なんか本とか読まなかったんですか？読んでないね。読んでないね。他の科目と変わらん。そうですね、基本的には私予備校に行ったんで、予備校で教えてくれた方法をできるようにするために、まあ、事例の勉強やって、で過去問解いて、で、まあ、勉強方法、事例の勉強方法、勉強方法ってどうなんだろう、インプットって意味かな、
インプットって意味だと何も別にやってないかも。特にジニーさん一緒ね、うんうん、ですね、うんはい、あごめんなさいね、何も話してない特に過去の文しか言ってないです、ごめんなさいね、すいません、面白かったじゃなくて、はい、じゃあ受験期間中モチベーションを保つために行ったこと、うん、モチベーションを頼りにしないこと、うん、モチベーションがあろうがなかろうが、動きがあろうがなかろうが、机に座ってペンを持つ、ペン卓を叩く、以上ルーティンでしたね、私はもう本当に、まあ、ルーティンだったな、いやもう独立するためには合格しないといけないから、あもうメンタルもうやるしかなくねっていう、なんかもうやるかやるかやるかみたいな、やるか、うん、私も常にモチベーションは正直高かったんであんまりないけど、うん、でもなんか2週間に1回予備校に通って予備校の友達に会えたことは私はモチベーション保ってた理由の1個かなとは思いますね、うん、なんか時間ね、なんか定期的になんかイベントがあるといいですよね、うん、そういう予備校行くとか、モチベーションに不安がある人は通学とかで、あ、予備校行ってもいいかもしれない、やらざるを得ない、追い込んでくれる先生の下でやるといいかもしれないです。先生はいかがですか、え、モチベーションですか、別にないですよね、やっぱないですよね、モチベーションが下がることなんてまずない、で人ってこう習慣化するまでに、なんかダイエットとか、うん、なんか貯金とか勉強とかって、うん、なんか大体平均66日ぐらいずっと続けたら、うん、もう歯磨きぐらいやらなきゃいけないじゃないか、なんか人によるんですけど、うん、まあ、そのぐらいずっとやっていったら、うん、モチベーションとか関係なくなっていく、習慣化させるってことが大事なのかな、うん、やっぱそっか、うん、できることからコツコツと66日間まず、ちょっとそれはちょっとデータは1から6ヶ月の間ぐらい、半年は頑張って、半年やればでもなんか大体2ヶ月3ヶ月ぐらいやってたら、うん、癖につきそうな気がする、うんうんうん、楽しくなってきたね、うんうんうん、楽しいですよ、そうそう、うん、受かったらこれやりたいみたいな絶対みんな、うん、あるよね、うん、あるし、新入試の勉強自体めっちゃ楽しかった、楽しかった、ですね、そんな感じですね、はい、丸さん、受験生同士の交流会がありましたが、まあ、今はあると思いますけど、ツイッターとかで、まあ、あれですよね、自分で行かないと誘ってもらえることは多分ないので、募集してるやつに自分で行くとか、うん、でもなかなかね、自分で開催したらいいんじゃんって思うかもしれないですけど、多分すげえ難易度高いので、さすがに知らない人が開催してる、なんか、フォロワー4人ぐらいのアカウントだったら、誰も行かないと思うから、やっぱ人がやってるのに参加していって、でまあ、失礼のない態度をとってやっていけば、うん、そのうち定期で会う人とかできてくると思うんで、うんうん、まあ、そういうの、あとはまあオンラインとかを活用していくといいんじゃないでしょうか、うん、ね、過去問どこまでやったらいいのか、4択5択の生徒以外も全て理由まで言えるようになっていく必要がある、タックの過去問 DE 問題は本当にしてていいの、3週とか5級って5週ってそれは全問、それとも1回生徒教えれば省いている、あ、すごいいろんな質問が入っていました1個ずつ答えてます。4択5択の生徒以外も全て理由になって全て理由を言えるまでになっておく必要があるか、あると思います、まあ、理由までっていうか、どこが間違ってるかっていうのも、これはこれだから違う、ピッピッてできるようになっていく必要は絶対ある、うん、てかそれができてないと分かったとは言えない、うんうん、そう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 、勘だからね、うん、それできてない、で次、タック過去問の DE 問題、タック過去問の DE 問題ってどんな感じ、うん、分かんないけど D とか E とかついてる問題はやらなくていい気がする、それこそこれはまあ見る、人取り見て、やればよくて、ABC を埋めた生徒以外もできるようになっておく必要がある。そっちを優先した方がいいと思います。はい。はい、3週とか5週とか、それは全問、それとも1回生徒教えれば省いてる。私は全部答えし、書いてるんですよ。もう。直接？直接。書いてる。で、もう、全部覚えました。あ解くんじゃなくて、解くとかしないです。え、どういうこと何それ、え、新しい変な人聞いたことない。もう全部その時に、うん、もうスピモンとか全部書いてて、うん、そこでもう付け足しの例えば
なんかテキストとかいろんな教材とかで新しい情報書き込んでいってたんですよ。へえ、全部書き込みでした。面白い。そのスピモン一冊がもう自分の中の辞書みたいになってて、へえ、新しいニュータイプが見たい。ちょっと見たいです。めっちゃ汚いですよ。すごい。じゃあそれ一冊あればその科目完結するみたいな。そうそれを覚える。それずっとずっと全部ニュータイプ。初めて聞いたかも、そのやり方。ニュータイプがいました。ちなみに私、完全に理解して丸ついたやつはやってないと思いますね、2回目。ただし、なんとなくこれかなレベルだったら三角にしてここから。あ、一緒かも。絶対にこれって思って丸ついたやつはもう放置で、三角ぐらいのやつは2回目もやりますね。こんな感じでやってました。でしょ。でも3週目ぐらいまでは全問やるけど、それ以降は三角のと×のはやるみたいな、もう丸は3週ぐらいでもういいだろうっていう、そう、確かに私も去年3年目だったからかも、あ、最初はやってたかも、3回ぐらい、あれ誰だっけ、破く人、なんか破く人、なんかできた問題破いて、なんか誰だっけ、いた誰だっけ、チーズさんかな、チーズさんかな、なんか溶けた問題破いて捨てる人とか、捨てる、スッシュさん捨てるの、なんか問題すぎる、ちぎるみたいな言ってる人がいて、ごめん聞いて、ね、めちゃくちゃ笑う、最後なんか攻め足だけになるヤギなの、そう、めっかり言ったりとかしないですかって聞いちゃった。めっちゃ面白いじゃん。めちゃめちゃ面白いかって。人、やっぱね、勉強方法ってみんな違うし、みんなおもろい。おもろい。もうそんな感じ。でも自分でいけると思うまでやった方がいいと思う。もし、診断士試験に合格できず不合格だったら、翌年もチャレンジしようと思ってましたか？まだその理由を含めて教えてください。思ってました。私は受かるまでやりますっていうつもりでした。そうでした。私養成課程も一瞬考えてて、養成課程でもやっぱり倍率高いから一応行きたいし受けるだけ受けて、それがもし落ちたら試験頑張り直そうって思ってました、私4でアスキリだったら受け直そうと思ってたんですけど、4がダメだと思ってたから、4だけやればいいやって思ってたけど、1,2,3 がダメだったらもうやることやったからもう無理だなと思って、まあ多分2年目はチャンスがあるから受けるけど、そっからもう1回はやらなかったか、2回、そう、結構自分的にはもうやれることは4以外はやったって思ってたから、受けてないか、ここにいなかったかもしれない。なかった、よかったいかがでした先生は。私は落ちている自分を想像したことが一番幸せ。かっこいい、かっこいい、ニュータイプやっぱ違う人いるといいですね。必要だと思った、いつもどっち、嫌なやつ。いや、それが素晴らしい。それぐらいの勢いはいいと思う。いや、おもろい。4社4、今年勉強始めたものです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。初見で令和3年の過去問を解きましたが、やはり科目ごとに得点のばらつきがありました。40% 取れた科目もあれば、財務会計は 20% でした。この時期って、財務会計の得点が 20% ですが、希望の一言お願いします。全然大丈夫。まだ半年あるから、全然大丈夫。何も問題ない。てか、1月でしょ今、全然大丈夫。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 なんだか分かんない。いや、本当だ、本当だ、全然ね。今から始めるかも。40% 取れた科目あるから、40% 取れた科目があって、財務だけ 20% なんてもう、全然大丈夫。全然問題ないと思う。みんなそうだと思います、大体。4月なんて別人ですよね。いや、本当に。人が違うぐらい。本当に。大社来た人読めなかったから。本当そんなレベルなので。全然大丈夫。キムモンさんが教えてくださったように、ネットや YouTube でためになった使い方サイトチャンネルがあれば教えてください。暗記での練習問題ができるサイト括弧無料があればぜひ。暗記の練習問題括弧無料はさすがにない気がする。サイトじゃなくて私は男子くんだったんですけど、まあ、あれぐらいかな。無料でサイトでこういうアプリとかはないんじゃないかな。あ、なんかね、アプリで過去問をできるアプリはあった。あ、練習問題ではないか。暗記科目の練習問題みたいなのはないから。私暗記アプリみたいなの使って自分で作ってました。あ、そういう人いた、便利なものがあるんだなと。そんな感じですね。作ってもらって、ネット YouTube でためになった使えたサイト
解決エミリーチャンネル。解決エミリーチャンネルを絶対読んだ方がいい。解決エミリーチャンネルと、なんだっけ、なんかサークルコンサルみたいな。それ二次試験の。あ、解決エミリーチャンネルで紹介されてるやつ。紙ブログが。もう読もあります。解決エミリーチャンネルはまず二次試験受ける。二次試験一回解いた時に読んでみるといいと思いますね。一発合格道場もう私が合格する1個前、令和2年度の人の代の人たちの時とかに、うん、結構弁護士の人とかが法務の執筆とかして、うん、で解き方とかやってくれて、めっちゃ参考になるのか、いろんな人が書いてるやつなんですけど、バックグラウンドとか見て参考になるものは結構参考にしてましたね。キムマちゃんってマジいろんなもの使ってる、めっちゃ詳しいね、うん、何でも知ってる何でも知ってる、情報強者、うん、そう、うん、はい、1年一次試験に3年かけても突破できない場合は向いてないですかね。ちなみに勉強時間は2000時間以上です。時間よく頑張ってますよ。一次試験で、なんだろう、多分何かの科目が毎年どうなとか平均的に難しいのかな。一次試験か、ちょっとこの情報だけだと難しいな、何とも言えない。そう、毎年何かしらが仕切りなのか、同じとこでずっとね、うん、止まってるのか、そこの分析をしてみて、ただいい、なんだろう、2000時間って結構ですよね、うん、で1時、うん、逆に やりすぎて、うん、なんか出ない問題すっごいやっちゃってるとか、うん、そういうことやってないですかね、うん、ちょっとだ情報がなので、あまり明言はできないですが、向いてる、向いてないとかそういうことよりも勉強の方法、やり方だね、か、うん、ちょっと方向性がずれた、うん、可能性はあるね、うん、一次試験の、私たちがもう一度解き直すんだったらこの方法っていう動画を撮ったんで、それをちょっと参考にそう、確かにそれをちょっと一旦やってみていただければと思います。はい、なんかでも深掘りしすぎな気がする、なんとなくわかんないけど、うん、時間でいくと、はいですね。で次ですね、ちょっとあれですね、落ちました。リホさんの人生どうでもいい出しからのメンタルの立て直し方を知りたいです。このリホさん2年目不合格なりました。2日後ぐらい何してました？3日後、そうですね、今日はあの1月14日、うん、で合格発表から2日後かなですね、で私はですね、2日後ね、立ち直ってましたね、正直早いで、次の年に向けて情報収集を始めてました。あー、なるほど。でも1個立ち直った理由があって、うん、それは私はノート書いたことが結構大きかったかなと思ってて、飯田橋の、私その落ちた当日に、うん、ご飯食べて味しないなって思って、ケーキ食べて味しないなって思って、夜イタリアンレストランよく行くお店に行って、マスターみたいな人に落ちちゃったって話して、美味しいご飯食べさせてもらって、で当時初台に住んでたんですけど、飯田橋から初台まで歩いて帰ったんですよ。結構2時間ぐらい2時間かけて歩いて帰って、うん、で歩いて帰りながら今年の自分の何がいけなかったかなとか、うん、なんかいろんな反省点を考えて、でそこで、あ、ここがいけなかったなって思ったやつを家に着いてからお風呂に入りながらノートに全部書き起こしたんですね。で多分その次の日ぐらいにそれを見直して公開したんですけど、結構これが私にとって良かったなというふうに思っていて、今年ダメだった理由とか、次の年に向けてこういう風にやっていこうっていう風な思いみたいなのをなんかいっぱいアウトプットしてみるっていうのは結構大事なのかなと。で言葉に出してみて他の人に見てもらうことで誰かに共感してもらったりとか、そういうタイミングを持てると結構もう気持ちも前に向いてくるかなと思うので、おすすめとしては人生どうでもいいだろうし、みたいなんかみたいな、別じゃないんですけど、なんか書いてみる、みんな書いたらいいですよね、どうでもいいだろうし、書くなり喋るなり、読みますよね、私たちも、書きましたし、メンションくれたら絶対読みに行って絶対コメントしますので、アウトプットしてみるって結構、まあいいかも、いいと思います、立ち直りますよ、コメントに書いてもらってもいいし、うん、感じですね。